昭和49年、1974年、日本中の店舗からトイレットペーパーや砂糖、洗剤などが一斉に姿を消しました。前の年の10月に勃発した第4次中東戦争を受けて、OPEC 石油輸出国機構が原油の大幅値上げと生産削減を決定。その頃から日本国内の生産ラインが動かなくなるという風評が流れ始めました。風評が広がることで、石油とは直接関係のない商品までもが市場に流通しなくなったのです。この状況は物不足パニックとも呼ばれ、各家庭までが買いだめに走って大混乱となりました。もちろん石油製品そのもののガソリンや灯油は大幅な品不足となり、年中無休だったガソリンスタンドに休日ができました。この騒ぎがきっかけで日本経済は低迷期に入り、昭和20年代後半から続いていた高度経済成長が終わりを告げました。